です。今日は簡単にできるタコのおつまみと水菜を使ったおつまみを皆さんにシェアしたいと思います。じゃあ早速作っていきましょう。まずはじめにソースを作ります。まず蜂蜜ね。今日はマスタードを使うので、ハニーマスタードって有名でしょ。できれば蜂蜜がいいかも。これ小さじ1、小さじでもないな、ティースプーンを2杯。このマヨネーズね、平飼いのマヨネーズを使っています。今度マヨネーズ作ろうかなと思ってんだよね。ティースプーン、マヨネーズはね5杯ぐらい、山盛り5杯、アバウトすぎる。今何杯入れたっけ。お酢を、すごい入っちゃった、ティースプーン1杯分ぐらいにしてください。入れすぎるとちょっとね酸っぱすぎちゃうから。レモン1かけ、タコはもう切ってあります。この一口サイズぐらい、もう何の形でもいいです。それぐらいと、あとゆで卵を用意してください。ゆで卵は9分ぐらい、じゃあ8個今回用意しました。もう簡単でね、おつまみ美味しいからね、これ本当に。混ぜてみます。全部大丈夫だ。やっぱり、そう、こういうのをねちょっと切っちゃおう。完成。豆板醤これぐらい、ラー油はこれぐらい。このツナフレークはコストコでね買いましたよ。よいしょ。このツナ缶も全部。ティースプーン2杯分ぐらい切ります。これたいように、また入らなくなっちゃうかも。結構ね。はい、次はきゅうりね。どうしようかな、きゅうり。ちょっとなんか座ってるとできないな。これでこうやってちょっと塩もみみたいな感じでね、きゅうりにたっぷりお塩がついたと思うので、こうやってぎゅーってちょっと潰していきます。こんな感じ。うわー、やっぱり多いな。でもこれもつまみ。もやしは水気をしっかりとぎゅーって切ってください。切ったのにこんな水気が出るから
水分すごいな、もやしってほぼ水分だからね。よし、まあ、味を整えたい方はさらに鶏ガラスープとか粉末状のものを入れるとまた美味しくなるかも。でも今回はツナ缶で結構いい味を出してくれると思うので、盛り付けますとか。ああ、別にキュウリいっぱい入っててもよかったかも。はい、こんな感じです。以上、私の簡単おつまみ2品でした。ぜひ皆さん作ってみてください。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなって思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。